平野翔と渡辺直美が見せる影絵女子の感動的な勝利特番「サンピープル一枚ニュート」のハイライトと裏話特番「サンピープル一枚ニュート」の夜が明けるとその余韻はまだ多くの視聴者の心に残っていた影絵女子が見事に優勝を果たし多くの人々に感動を与えたそのパフォーマンスは今でも鮮明に記憶されている 影という一見地味に思える表現方法が、ここまで人々の心を揺さぶるとは誰も予想していなかっただろう。特番を通じて、影女子たちはその繊細な技術と深い感性を披露し、一瞬にして観客を虜にした。平野翔と渡辺直美の絶妙なコンビネーションもまた、この番組を一層輝かせた要因の一つだろう。彼らの MC としての腕前は、視聴者を笑わせ、 時には涙させるほどの魅力に満ちていた。小の言葉選びのセンスや直見の明るいキャラクターは、パフォーマーたちの緊張をほぐし、ステージを和やかな雰囲気で包み込んでいた。彼らの MC がなければ、影絵女子の優勝はここまで感動的なものにはならなかったかもしれない。サンピープル一枚イニュートというタイトルからもわかるように、 この番組は1分という限られた時間の中でどれだけの感動を生み出せるかを競う形式である。その制約の中で、影絵女子は、醜いアヒルの子というテーマを選び、見事に表現した。一見短すぎると思われがちな1分間で、彼女たちは観客に深い感銘を与えた。その技術と表現力は、まさにプロフェッショナルの域に達していたと言えるだろう。特番の終わりには、 視聴者からの絶賛の声が溢れた。SNS 上では、感動しました、また見たい第2回を楽しみにしています、といったコメントが多数寄せられ、番組の成功を物語っていた。影絵女子のパフォーマンスに心を打たれた視聴者たちは、彼女たちがどれだけの練習を重ね、どれだけの努力を積み重ねてきたのかを想像し、その努力に対する敬意を表していた。しかし、この番組が成功した背景には、 単なるる。エンンターテイメント以上の要素があ影絵女子たちのパフォーマンスは現代社会において見落とされがちな努力や継続の価値を再認識させてくれた短い時間の中で何かを成し遂げるためには長い時間をかけた準備と練習が不可欠であるというメッセージが彼女たちのパフォーマンスを通じて強く伝わってきたまた影絵という古典的な表現方法が 現代のテクノロジーやデジタルメディアに囲まれた中でどれだけの力を持っているのかを再認識させられた影絵はそのシンプルさゆえに視覚的なインパクトが強く観客の想像力をかきたてるデジタル時代においてアナログな表現方法が持つ独特の魅力を再発見する機会となった影絵女子の成功はこれからのアーティストたちにとっても大きな刺激となるだろう彼女たちのように 古典的な技術を現代によみがえらせ、新たな価値を創造することは容易ではない。しかし、それが成し遂げられたとき、その感動は計り知れないものとなる。影絵女子のパフォーマンスは、その可能性を示してくれた。特番サンピープル一枚ニュートの第二回が期待される中、視聴者たちは次なる驚きと感動を待ち望んでいる。影絵女子たちの優勝が示すように、 一見地味に思える表現方法や短い時間の中でのパフォーマンスにも無限の可能性が秘められているこれからも多くの才能がこの番組を通じて発掘され新たな感動が生まれることを期待してやまない視聴者たちはこの番組が単なるエンターテインメントにとどまらず深いメッセージを含んでいることに気づいている影絵女子の優勝はその象徴的な出来事として記憶に残るだろう そして、次回の特番では、どのような新しいパフォーマンスが披露されるのか、多くの人々が心待ちにしている。影絵女子の成功は、現代のエンターテインメントに新たな風を吹き込んだと言える。彼女たちのパフォーマンスは、多くの人々に感動と希望を与え、影絵という表現方法の可能性を広げた。これからも、彼女たちのような才能が新たなステージで輝き続けることを期待しつつ、 サンピープル一枚ニュートの次回放送を楽しみに待ちたいそしてこの特番を通じて得られた感動は視聴者一人一人の心に深く刻まれ続けるだろう影絵女子の優勝が示すようにどれだけの時間があってもその中で何を成し遂げるかが重要であるそのメッセージを忘れずに日々の生活に励むことが大切だと感じるまた 次回のサンピープル一枚ニュートで新たな感動が生まれることを期待してやまないこの番組はただのエンターテインメントではなく多くの人々にとってのインスピレーションとなった影絵女子のパフォーマンスが示すように努力と創意工夫が結びついた時その結果は必ずや感動を生む視聴者たちはその瞬間を共有できたことに感謝し次回の放送を心待ちにしている 影絵女子の成功は、これからのエンターテインメントの新しい可能性を示すものとして、長く語り継がれることだろう。サンピープル一枚にニュートは、これからも多くの人々に感動を与え続けることだろう。そして、影絵女子のような新たな才能が次々と発掘され、そのステージで輝くことを期待してやまない。この番組がもたらす感動と希望は、今後も多くの人々の心に響き続けるだろう。 視聴者たちは、影絵女子の成功に心から拍手を送り、その技術と表現力に感嘆した。しかし、影絵女子だけがこの特番の魅力を作り上げたわけではない。その他の出場者たちもまた、1分という短い時間の中で驚きと感動を与えるパフォーマンスを披露した。例えば、音楽とダンスを融合させたチームや、コメディーとアクロバティックな動きを組み合わせたパフォーマーたちも視聴者を楽しませた。 この特番の大きな魅力の一つは、さまざまなジャンルのパフォーマンスが一同に会する点にある。それぞれのパフォーマーが持つ独自の技術と創造力が一つのステージに集まり、視聴者は多様なエンターテインメントを楽しむことができる。特番サンピープル一枚ニュートは、まさにその名の通り、多様な才能が一分間という限られた時間の中で最大限に発揮される場となった。 視聴者からのフィードバックも非常にポジティブで、多くの人々が第2回の放送を楽しみにしているとコメントしている。このようなポジティブな反応は、番組制作に携わるすべての人々にとって大きな励みとなるだろう。そして、次回の放送に向けて、さらに素晴らしいパフォーマンスが期待される。特番の成功は、影絵女子をはじめとする出場者たちの努力と情熱だけでなく、 番組を支えるスタッフの綿密な準備と調整によってもたらされたものであるステージのセットアップや音響照明カメラワークなどすべての要素が一体となって視聴者に最高のエンターテインメント体験を提供するその裏側には多くの人々の見えない努力と献身があることを忘れてはならないまた平野翔と渡辺直美の MC としての役割も非常に重要であった 彼らの自然な会話やユーモアが番組全体の雰囲気を和やかにし出場者たちの緊張を和らげる効果を生んでいた特にパフォーマンスの合間に挟まれる彼らの軽妙なトークは視聴者にとっても一息つける時間となり番組のリズムをうまく調整していた視聴者は影絵女子の成功をきっかけに自分たちも新たな挑戦をしてみようと感じた人も多かっただろう彼女たちが示したのは 努力と創意工夫が結びつけばどんな困難も乗り越えられるということだ。特番を見終わった後、多くの人々が自分自身の目標や夢に向かってもう一度頑張ろうという気持ちになったのではないだろうか。特番「サンピープル一枚イニュート」とは、エンターテインメントの新しい形を提示したといえる。限られた時間の中で最大限のパフォーマンスを発揮するというコンセプトは、視聴者に新鮮な驚きを与え、 同時に深い感動をもたたらしたこの番組が示すのは時間の制約があってもその中で何を成し遂げるかが重要であるということだ。影絵女子をはじめとする出場者たちはそのメッセージを見事に体現した。